塚山公園は東京都杉並区下高井戸にある区立公園である。縄文時代中期の集落遺跡で、区指定史跡に指定されている塚山遺跡の復元住居などが公開されている。公園事務所には緑の相談所があり、園芸や緑化などの相談ができるほか、関連する図書の閲覧ができる。公園内の塚山遺跡は1938年に、 明治大学の後藤森和の指導による、同大学専門部歴史家の大友九良によって、本格的な発掘調査が行われ、4件の縦穴住居跡が発掘された。1973年には、住居跡20件が発掘され、塚山遺跡が縄文時代中期の環状集落であることが分かった。園芸、歴史、緑化などに関連した図書が閲覧できる。また、 古墳のミニジュアが展示してある。バリアフリーの手洗い所が設置されている。緑化相談や運動場の貸し出しなどの業務を行っている。売店は設置されていないが、管理事務所内に清涼飲料水の自動販売機が設置されており、コカ・コーラなどの飲料が購入できる。砂場、パーゴラゲートボールもできる土の広場を芝生が丸く取り囲んでいる。 縄文時代の復元住居が設けられている。モデルは1973年に発掘された、墨丸方形型の住居跡をもとにして建てられたもので、ある。塚山公園の椅子と灰皿、縄文時代の土器を模している。また、縄文時代中期の暮らしの様子が、復元住居内に模型で展示されている。公園内に展示されている縦穴住居での、 縄文中期の生活様式樹林の奥は野鳥の保護区であり、コゲら、モズなどが見られる。花勝部、ガマ、クワイ、オモダカなどの水生植物が植えられ水辺の植物の様子が観察できる。遊具が設置されている。主に少年のための運動場。事前予約が必要である。ありがとうございます。